はい皆さん、大1の器チャンネル、はいこのバッグ、はいえー、事務所から放送してます、大気の器チャンネル本日第47回、47回です、えー、本日、ですね、えー、この上のブログでもはい言うてるように、ですね、はい、泥相撲、ついに完成しました、泥相撲の第1回打ち合わせやってまいりました、やりますからね、泥相撲2017、しがらき場所、第2回やります。 てくださいこれねはいいろいろ決まりましたよ開催日日まり当日はいねえ山田さんチラシお願いします6月3日ぐらいまで4000枚コーンからね発注したいと思いますよはいでねはい男16人女子8人はい賞金もね総額10万円ぐらいでいけたらなとはを、い、思っておりますはい保険料は500円いただきますよはいきましたさらにですねはい ざっくりとした時間帯が決まってきました。はい。また、国民青年部の皆さん、また、日祭り実行委員会の皆さん、ご協力よろしくお願いします。まあ、はっきり言うて、私たち勝手にやってる、はい。ただの独立イベントですんで、はい。何にも <laughs>、はい、えー。実行委員会さんのですね、えー、何かその参加に入っているというわけではない。勝手に盛り上げようと思ってやっているイベントですんで、皆さん、いかですね。ご協力のほどよろしくお願いいたします。こっちかな。はい。 はい、ご協力よろししくお願いしますはいもうね、パッとやって、パッとやって、パッと終わります。はい、11時から取り組み2時間ぐらいの間に、ね、終わりますと終わると思います、また、えー、いろいろ決まり次第ですね皆様にご報告、また、えー、飛沫、えー、泥相撲の、はいえー、実行委員会、えー、協力してやろうと言っていただいている皆さんにも、ですね LINE、えー、やメールを通して報告いたしますので。 facebook でもやりますんで、またよろしくお願いします。さあ、どうぞ頑張るぞ！ということで、今回は今日は報告で終わりです。どうもさようなら皆さん。